第一の攻撃球であるサービスの威力を高めることは勝利を引き寄せる近道です。そこでサービスの世界的傾向や技術ポイント、練習ポイントなどを紹介していきましょう。それでは今回モデルを務めた松平選手と丹羽選手のサービスを紹介していきましょう。まず丹羽選手のサービスから紹介します。このサービスは右利きの相手のフォア側に逃げるような軌道の左横回転ショートサービスです。打球直後に肘を突き上げるように動かしている点に注目しましょう。肘を突き上げるようにすると、ラケットを素早く動かせるため、サービスの変化をカムフラージュしやすくなります。続いて、ストレートへの左横回転ショートサービスです。試合では、ショートサービスが台から出てしまうと、相手に攻め込まれてしまいます。正確に2バウンド以上するコントロールを身につけましょう。次は逆横回転ショートサービスです。まず手首を内側にひねってバックスイング。ひねった手首を元に戻しながらボールの外側をこすります。今度は手首をあまり使わない逆横回転ショートサービスです。ラケットの打球面を内側に向け、肩をしっかり使うスイングでボールの外側をこすることがポイントです。手首を使って逆横回転サービスを出すのが難しいと感じる選手は、この方法で逆横回転サービスを身につけると良いでしょう。続いて、丹羽選手のスピードロングサービスを紹介しましょう。ショートサービスを出すようなバックスイングから、打球直前にラケット角度を立ててスピードロングサービスを出しています。続いてクロスへのスピードロングサービスです。ロングサービスには試合の流れを変える力があります。どんなに緊張した場面でも効果的なロングサービスが出せるように威力と安定性を磨いてください。ここで丹羽選手にサービスに対する考え方や練習方法などを語ってもらいましょう。そうですね、やっぱりサーブを出すときはやっぱりコースとやっぱりまず台から出さないようなサーブにしないと。サーブが台から出ると相手にかけられてしまうので先手が取れないので、やっぱりまずは2バウンドするサーブと、でその次に回転を重視しています。小学生ぐらいの頃は毎日サーブ練習を1時間とかそれ以上やってたんで、自然にサーブが上手くなっていると思います。続いて松平健太選手のサービスを紹介しましょう。松平選手の代名詞ともいえるしゃがみ込みサービスです。しゃがみ込みながらラケットのバック面でボールをこすり、右横回転サービスをフォア前にコントロールしています。続いてバック面を使ったスピードロングサービスです。手首を外側に曲げてバック面でボールに全身回転をかける非常に意外性のあるサービスです。
今度はフォア面を使ったしゃがみ込みサービスを紹介しましょう。しゃがみ込みながらボールの外側をこすり、左横回転をかけています。続いてフォア面でのスピードロングサービスです。これまで紹介したように、しゃがみ込みながらラケットの両面を使っていろいろなサービスを出せるテクニックが松平選手の強さの一端を担っています。松平選手がしゃがみ込みサービスを覚えたいきさつや、ゴールデンエイジの時期に行ったサービス練習などを本人に明かしてもらいましょう。僕は自分で考えました。自分で考えた。はい。やっぱり小さい頃は結構もうサーブで取れてたんで楽でしたね。昔そのバンビ時代とかはすごいやってましたね。もうあの時はもう毎日ずっとサーブ練習とかで、いやもう覚えてないですけど、もうずっと1時間半とかサーブ練習はずっとやってました。もう一日中、最初は多分切ることをできるようにしようと思って、あと投げてしゃがむ時のタイミングで始め、それから始めて、でそこからロングサーブで、大体高学年になってきて短いサーブを入れようと思って、短いサーブで最後にあのフォアに伸びるサーブ、それ、はい、それです。最後はサービスの練習方法を紹介します。サービスの練習をするときはタオルなどの小道具を相手コートに置き、それを目標に練習するとサービスのコントロールを高めることができるでしょう。サービスは卓球の数あるテクニックの中で唯一相手の影響を受けず自分の思い通りにできるテクニックです。そのためサービスはその威力を高めれば手応えを実感しやすいテクニックです。世界一のサービスが生まれたら世界一になる可能性がすごい高いと思います。今日本でサービスが本当に一番うまいのは多分水谷だと思います。ですから水谷が日本チャンピオン、まあ、それだけじゃありませんけど、それだけサービスっていうのは実力に比例してきますし、試合結果に結びついてくるので、いろんなサービス、男の子でもしゃがみ込んだり、今王子サーブと言われてますけど、王子サーブを出したり、高く投げ上げたり、ロートスだったりハイトスだったり、いろんな工夫をしてやっていってもらいたい。で特に今フォアハンドサービスが主流になってますから、バックハンドサービスっていうのをもっともっと見直して、どちらからでもサービスを出せる。で両ハンドが自由に打てるわけですから、フォアサイドからフォアサーブを出したり、フォアサイドからバックサーブ出しても全然バックハンドができるんですから、いいと思うんですね。いろんなバリエーションを増やしていってもらいたいというふうに思います。この DVD で紹介してきたドリルやテクニックには、世界で活躍する選手へ成長するために欠かせないポイントがふんだんに盛り込まれています。ぜひ日頃の練習に取り入れて、世界で活躍するための世界基準のテクニックを身につけましょう。